分時間が挙句の果て静脈を刺しちゃって余白な愛が飛び出すもんでレスポールさえも狂気に変えてしまいました。できないでした。正しいのがどれか悩んでいりゃどれも不正解というオチでした。本日の宿題は無知性な武器のことを隠せずに不自由な最近に生きていて、でもどうして僕たちは時々に上手いし悲しんで言うんだ寂しいで言うんだ。ここまでこの漢字が読めますか。あの子の師匠は読めますか。その心を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。その場でこの時期が解けますか。あの子の首の輪も解けますか。僕たちこのまんまでいいんですか。おいどうすんだよ、もうどうだっていいよ。いつまで経ったって僕たちは絶対な催眠に酔っていてどうしようもないくらいの恐怖をずっとかくまっていたんだ。昨日の宿題は相変わらず解けないや勝つとくらい不自由な最近に生きていて、でもどうして僕たちの胸元の塊は球体って言うんだ、知りたいって言うんだ。黒板のこの漢字が読めますか。あの子の師匠は読めますか。その心を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。その場でこの式が解けますか。